ちゃうね、とうとう来ちゃうよ来ちゃうよ、やばいよやばいよ、ひーひーひー、ついに俺にもお迎えが来たようですわ。自分だけは年を取らないと思っていた。でもそれは嘘だった。生きとし生けるもの必ず死ぬ、そして年を取る。どうも、ほうれい線です。いやーやべえ。はい、今ですね、8月14日の23時42分、20代の終わりまであと18分。やだー、怖い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 、味噌汁の足音が聞こえる、怖いよ。ちょっとほんま最後、ほんま20代の俺と出会いの最後やで、ほんまに20代最後のレッドブルいただきます。20代最後のミンハヤ野郎、屈折反射されたいで延長上に見かけるというのじゃない、巨像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 、ありがとうございます。びっくりです。バレーボール、あ、バレーボール分かる、絶対分かる絶対分かる絶対分かる、ダンプして、打ち込むことを何と言うでしょう、何これ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 、これはバックアタック、バックアタック、バック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 バどうやって取んのこれ、どうやって取んのこれ、あ、取れた、完全に今ちょっと不意打ちやったな今。20代最後の 50m 走やってこよう、よーいドン。来るぞ来るぞ来るぞ、やばい、10秒やばい10秒10秒10秒キャー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 、はい、6、5、やばい、3、やっちゃって、何、やばい、30歳になっちゃったよ。皆様、私は本日8月15日をもって30歳を迎えてしまいました。まあその今回なぜこのようなことが起きたかと言いますと、まあ僕としてはその、まあ、背後からその30歳が近づいてくるっていうのを分かってたんですけども、まあ、どうしてもその時の速度というのがこう早すぎて、まあ、気づいた時にはこう後ろからこう刺されていたというような感じで、まあ言い訳にはなるんですけど、8月15日が来るということを止められなかった、止める策が思いつかなかったっていうところが今回の経緯だと思います。はい、皆様改めて本日はたくさんのご指摘のお言葉誠にありがとうございました。鼻おじ本格世代突入、正真正銘鼻押しだー。いやー皆さんどうですか今の気持ちは。さあ誰が一番最初に誕生日を送ってくるのか、誰が送ってくるのか、おーっとリスナーさん、リスナーさんが早すぎる、リスナーさんが早すぎる、ありがとうみんな、みんなありがとう、俺の誕生日をね毎年恐れずに祝ってくれてありがとうございます。いやー、というわけで聞いてください。味噌時代。味噌時代はこの今だ。花おじに名前変えてしまえば。変えてしまう。うわうわうわ、いやーもう硬い硬い、あ、まずぅ、30になっても酒はまずい、いやもうマジか、もうみんなめちゃくちゃ嬉しいな、でもほんまにありがたい、てかもう俺がお祝いじゃないよ、俺がお祝いしてどうすんだよ、もう俺はむしろ言いたいね、君たちにありがとう。はい、というわけで、あ、ちょっと真面目なアングルに変えます、ちょっと真面目なアングルに変えました今、真面目なアングルに、はい、というわけで30歳の節目ということで大きいご報告があるんですけども、なんとこの度私花を本を出しまーす。はい、タイトルはですね、なんとこの生き物 A です。お腹すいた、
で、この本はもう前々からずっとね、書きたかった内容で、これまでのもう走馬灯です。言ってしまえば。人生の、まあ、軌跡を、まあ、一旦ここにセーブしたいなということで、まとめております。まあ、例えばですね、まあ、働くとはどういうことなのか、生きるとはどういうことなのか、正しさとは何か、まあ、あとは恋愛とかですね。まあ、2年半ぐらいかな。付き合ってる彼女がいるんですけど、まあ、本当にね、YouTube とね、彼女の両立ってすごい僕の中では難しい課題で、まあ、はっきり言ってめちゃくちゃ衝突したんですよね。まあ、それをどう乗り越えてきたかみたいなね、話とか書いてあります。やっぱ、等身大の人間として書いてありますので、なんかもう、この本書いたから偉いとかそういうことじゃないんですよね。僕はもう、モルモットなんですよ。モルモット。まずそれが生き物 A の由来なんですけども、まあ、その生き物 A というものを皆様にね、皆様が観察者です。この今の新時代を生きるモルモットとして鑑賞していただくというのが、この本のコンセプトになっております。はい。で、この本ですね、なんと8月15日、今日からね、まあ、Amazon とか、あとは全国の書店にて、まあ、順次ね、発売されるということなので、もし見かけたら、誕生日ということでね、まあ、お財布の紐を緩くしていただければ嬉しいなと思います。はい、というわけで、まあ、正真正銘ね、これから鼻おじになってしまったわけなんですけども、これからも皆さんも本当によろしくお願いいたします。20代の俺、バイバイ。あ、最後にね、なんか書店で流される映像みたいなのがあるらしいんで、それをちょっと最後にね、流しておきたいと思います。じゃあね。なんか今の時代ってゲームでいうとオープンワールドの世界なんですよね。一本道でこれっていう答えがなくて、もうあっちに寄り道してもいいし、もうこっちに寄り道してもいいしっていう、何やってもありなんですよね。だからこそなろうと思えば何者にでもなれると思いますし、逆に言うと自分が何者なのかっていうのを模索し続けるような、まあ、そんな人生だと思うんですよね。最近ね、その自分はどう生きたらいいのかっていうのを悩んだりする人ってすごい多いと思うんですけど、まあ、そんな時にやっぱ個人的にやっぱ思うのは、やっぱり自分っていうのはまず社会的にこう人間である前に、まずは地球上に存在する生き物なんだっていうことなんですよね。まあ、つまり生き物 A っていうのは何も特別な人間なんかじゃなくて、なんかありふれた一匹の生物、どこにでもいそうな一匹の生物だからこそ、命を大事にするんじゃなくて魂を削るように自分のやりたいことに忠実にこの時代を生き抜くのが生物として幸せなんじゃないかなっていう風に僕は思ってるんで、まあ、今回ねこういうようなタイトルを付けさせていただきました。僕も今年でもう30歳になるんで、これまでの10代20代をどう生きてきたかっていうのを、まあ、冒険の書という意味を込めて、まあ、セーブデータですね、まあ、セーブデータとしてこの本を書き記させていただきました。まあ、なのでね、まあ、不完全な自分とか、まあ、未熟な自分っていうのに向き合って、どういう生き方の価値観に従って、まあ、この判断をしてきたのかっていう、ここまで来たのかっていうのを書かせていただいております。一寸先は白紙みたいな、そんな時代を、まあ、もがきながら生きる一匹のモルモットとして、まあ、そんなモルモットをね、観察する観察者として、まあ、観測者として、この実験レポートを読んでいただけたらなというふうに思います。花尾著書生き物 A、どうかぜひ、ご覧ください。